今日は、先日 CPU、昨日 CPU を付け替えたノートパソコンのハードディスクがボトムネックになっているということで、ちょっとこのインテルの335シリーズっていうメインパソコンの方で使ってた SSD なんですけども、これに乗せ替えようかなと。これ一回乗せ替えてたんですけど、クラッシュした経験があるんでまあ乗せ替えても動かんかなという、あんまり期待せずに乗せ替えてみます。OS のデータとかはミグレーションツールっていうシステムをそのまま書き込むソフトで、ミグレートしています。本当はもう移し替えて OS もそのまま入れ直してしまう方が安定性とかに関してはいいらしいです。ではまず、まあ、この電源コードを抜いて、当然バッテリー外して、で一応まあ電源ボタンを押して残ってる電気を出してからやりましょうまあ、CPU と違ってハードディスクの方は比較的交換しやすい位置にどのノートパソコンでも付けられてると思います。これアドスパラのガレリア MR6 ですけど、まあこんなところになりまして、この蓋ですね。ここがハードディスクで、これ開けるときも多分ネジの長さがね、場所によって違うんで気をつけてください。外すと、こう刺さってるんでこう抜くんですけど、こう引っ張り上げたりすると多分ね、ここの端子が曲がっちゃうんで、横に押し出して、今日立のハードディスクなんですけど、ここにスペーサー、分厚さを増す、このガン中で動かないようにやつついてるんで、これも取ってつけます、 SSD に。ノートパソコンのハードディスクに直接動画を保存しまくってるとか、そういう使い方の人にはちょっと SSD をここにつけるのはあんまりおすすめできないですね。 SSD はやっぱまだ値段、容量の割に値段が高いんで、まあ、おすすめなのは、ここはもうシステム用、 Windows 用と割り切って、まあ、128GB なり 256GB なりあればかなり余裕があるんで、あともう動画とか保存するんやったら、外付けのハードディスク買ってそっちに保存するとかした方がいいと思います。 SSD はもう何て言うんですかね、ほんと OS 用と割り、 OS とかそのラグを嫌うやつ、ラグってその情報のやり取りの遅れですね、ゲームとかそういうのにはいいんですけど、別に動画なんてハードディスクから読み込んでも遅れたりするわけではないんで、うん、そういう動画とか写真とかいったものはもう外付けに任し、外付けのハードディスクに任しちゃうというのがいいんじゃないですかね。まあ、BTO とか普通のやつでもあるんですけど、多分ハードディスクと SSD ついた両方入ったやつもあるんで、そういうのを最初から買うというのも手ですけどね。まあ高いんでね、BTO とかで SSD にカスタマイズできたりするんですけど、どう考えても普通にSSD 買う値段よりもちょっと
値段持ってるんで、一番安いハードディスクも買って自分で SSD に換装する手法が何千円かのコスト削減にはなると思います。で、今更こういうの撮ってもね、似たような動画いっぱいあると思うんですけど、まあそれは知らん。俺はやるのだ。こう入れて挿入、ガチャン、ガチャン、これ長い方と短い方、こっちがデータのやり取りでこっちは電源なんですけど、これこっちとちゃんと合うように確認して入れてくださいね。逆さまに入れちゃったらもう壊れますんで、物理的に壊れちゃいますんで、もう直せないんで、保証の効かない修理に出して運満取られるとかいうことになると思うんで、それはもうそんなことしちゃったらもうパソコン1台買いましょうってなるんでね、気をつけてください。もう確認なんで、まあ、別に閉めんでもいいけど、まあいいや、閉めよう。動く、きっと動く。なんか硬い、きっと動くんで、いや全く確信はないんですけど、あんまり締めすぎるとやっぱネジ穴舐めちゃうんで気をつけてくださいね。ちょっと下に押しながら回すのがネジのこれです。知ってるか、昔は何も知らずにただこう回す、力をかけずに左回し右回ししてるだけで何十本というネジを壊してきました。特にバイクの押しながら回さないとダメです。ここネジ穴潰れてもとんちゃうかな回しても回しても引っかからへんな。結構開け閉めしてるんでね、ネジ穴死んでるわ死んでるマジかよな。あのネジの回し方のうんちくを垂れてるそばからネジ穴壊してるというこのダメさ。あかんもこれ、ちくしょうちくしょう。いやここあれ、なんで壊れた？あれ、てかここネジ外さんでよかったんじゃん。このケースとここのネジ関係ないですね。開けんでとか開けて壊しました。はい、でもな、こんなところなくても大丈夫です。一箇所ぐらいなくても大丈夫ですっていうぐらいのおおらかさがないとなかなかパソコンいじりは難易度が高くなるんじゃないですかね。気になって仕方ないっていう人はやめてる方がいいと思います。はい、もう無理壊しました。あ、よくあることなんで、こういうのは汚いな、これちょっと拭こうかな。アルコール入りのウェットティッシュで拭いてますけど、モニターをアルコール入りで拭くとなんかコーティングが外れたりするらしいんで、モニターはモニター用のを使った方がいいですよ。僕は拭きますけど、アルコールで。のツヤツヤ、車でもそうですけど、めっちゃ汚れ目立ちますよね。綺麗にしたら綺麗にしただけ、もうなんかそれを反映してくれるんですけどね、黒のピカピカはね。車の手入れが好きな人なんかはやっぱ黒のツヤツヤのやつの方が手入れしがいがあっていいですよね。白
白だといくらワックスかけてもなんか光沢が分かりにくい。まあパソコンと関係ないな。とりあえず電源挿したんで起動してみましょう。前回は起動して普通に使うこともできたんですけども、スリープが使えなかったんですよ。スリープから戻るときにブルースクリーンが出て、もう どうしようもなくなってたのと、でそれを繰り返してるうちにハードディスク自体がもう動かなくなっちゃった。でもこれ今回また入れ直したら動くようになってるんで、動くようになってるんですよ。よくわからない。ということはこの前のクラッシュはハードディスクの物理的なあれというよりも中のシステムが何かおかしくなってたとでも言うのだろうか。なんちゅうんですかね、あんまり役に立たない動画でした。早く再起動しろよ。あ、ついでにこの SSD のね起動時間を見てみましょう。やっぱ早いですね、うん、です。じゃあ、前回の違うね、あ前回の、ハードディスクの時のエクスペリエンスインデックスは 5.9 だったんですが、見えないわな。ちょっと待って。今回のハードディスクの時のエクスペリエンスインデックスは 5.9。で、ちょっと今から測ってみましょう。ポチッとな。今回ディスクだけ評価してるんでピンと合わねえよ。ピンと合わねえよ。あった。進まないんだ。来た。はい、パフォーマンスを測定できませんでした。なんでやね。ちょっとなんかいじってみます。はい、ディスクエクスペリエンスインデックスなんとか、いけました。評価 7.9。やり方はですね、画面キャプチャーしろよって話なんですけど、めんどくせえんで、ここにデバイスとプリンターからいけるのかな。ここじゃないね。ここじゃないんです。これじゃないんです。コントロールパネルのハードウェアとサウンドってところですね。で、まあ要するにデバイスマネージャーから、これ
IDE ATA ATAPI コントローラーのここですね、スタンダード AHCI なんてなんてやつの、まあ、これプロパティ見ていただいて、ドライバーですね、ここのね、これが前は青、そっか、ちょっと古かったんでこれ更新したんですよ。そしたらインテルのラピッドストレージなんたらやったのがマイクロソフトのに置き換わりましたね。で、まあこのマイクロソフトの標準の HCI ドライバー結構定評があるんで古いですけど、これでいいです。速度も変わりませんっていうか、むしろこっちの方が安定してるんで、だからここでドライバー更新して再起動してやると評価できました。じゃんじゃん、あとはスリープにしてそこから立ち直れればいいんですが、ちょっとスリープしてみましょうか。顔めっちゃ映ってるな。これここがピコピコなってたら、ここがピコピコなってたら、これスリープモードですね。じゃあ復帰。ブルースクリーンが出なければ俺の勝ちだ。あかん気がする、あかん気がする。このようこその画面の時間かかってたらもうほら出た。これね、直し方いろいろ調べたんですけどね、もう難しいんです。これ出るんで、まあ試すことは OS をもう一回入れ直すか、もうスリープモードを使わないですね。もう SSD なんで起動早いからスリープなしでもいいじゃないということで、まあ、当分スリープなしで使おうかなと思います。それでは。